日米軍事一体化はですね、いかに誤っているかということはアメリカの進めたアフガン戦争、イラク戦争を見ても明らかだろうというふうに思います。何らの正当性もない日米軍事一体化に対してですね、私たちは強い怒りの声を上げていかなければならないと思います。安保独裁体制に対してですね、アラブ民衆とともに日本の政治を民主の行動によってですね、動かしていく時が来ている、そのことが求められていると思います。第18集会もですね、そんなうねりを作っていく一歩にしていかなければならないのではないでしょうか。共に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。2人目に西谷さんが入ってるんですけども、どうも情報によるとエジプト方面に行ったということで、入っていないということで、私たちも久しぶりに西谷さんの話聞けるなと楽しみにしてたんですけど、皆さんこんにちは。イラク戦争の検証より国会の検証の方が先じゃないかと困っている方も多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、前半イラク戦争の検証の問題をちょっとご提起して、そして後半はですね、まあ、そういった今の外交防衛情勢に絡むですね、まあ、いろんなテーマ論点について、まあ、皆さんと共有化できればいいかなというふうに思っております。まずイラク戦争検証なんですけれども、これはもう皆さんも、まあ、よくご存知のように、まあ、イラク戦争が開戦時はですね、まあ、大量破壊兵器があるということと、それからフセイン政権がですね、アルカイダと関係があると、まあ、この2つが開戦のですね、そもそもの理由でした。でところがですね、両方とも違うと、大量破壊兵器はなかったし、フセイン政権とアルカイダとの関係もなかったということが、まあ、実は明らかになってですね、その後にどういう言い方になるかといいますと、まあ、非人道的、非民主的なフセイン政権を打倒できたのは良かったと、そしてまた中東に民主主義をもたらしたのは良かったと、まあ、こういう理屈づけに変わってきたわけですね。まあ、そういう中で、まあ、日本も自衛隊を派遣し、また巨額のですね、税金をつぎ込んで、この戦争に加担をしてきたわけで、でこのイラク戦争そのものをですね、もっとそのきちんとやっぱり検証すべきではないかと、国際法上を照らしてもですね、このイラク戦争にどういう正当性があったのか、なかったのか、特に日本政府もですね、小泉さん時代ですけれども、まあ、アメリカの言うがままに戦争に入っていたわけですけれども、その政策の決定プロセスも含めて、まあ、きっちり検証すべきではないのかという、まあ、そういう議論がですね、まあ、国会の中にもございましたし、2007年の5月14日にですね、国会決議が上がってるんですね。でこれはイラクのいわゆるその特措法を通す条件としてですね、付帯決議っていうのが上がっておりまして、でこの4番目上から4番目をちょっと見ていただきたいんですが、政府はイラク戦争開戦時にあるとされた大量破壊兵器が発見されなかったことを踏まえ、その上でイラク戦争を支持した当時の政府判断について検証を行うとともに、今後十分な情報収集分析体制の強化に努めることという、まあ、これはもうまさに国会決議なんですね。ですから我々が今提案しているのはですね、国会で決議されてるじゃないかと、ね、でその政府判断について検証を行うと、まあ、こうなってるわけです。ですからこれをですね、根拠に、ぜひ政府にですね、政府自らがこの検証をしていく、まあ、そういう第三者検討委員会をですね、作るべきじゃないかということを、まあ、提案をしているわけです。で、まあ、去年一昨年からですね、まあ、実はそういう相談を何人かの国会議員としてましてですね、そしてこの去年の2月に、私を含む4人の国会議員でですね、
イラク戦争の検証を呼びかけをしました。去年の4月に国会議員の署名活動をやったんですね。ぜひこれを官邸というか政府に求めていこうということで、そうしますと約100名のですね、議員賛同が集まりまして、そして鳩山総理にですね、当時、提出をしまして、政府内で協議をするという、一応回答をもらったわけです。でそれから5番目のですね、派遣された自衛隊の活動内容、これは まさに、名古屋訴訟で違憲というふうに言われた、いわゆる戦闘行為と一体化しているという、特に航空自衛隊がですね、運んでいたのはもうまさに米兵であり武器でありですね、武装した米兵であったということが指摘されているわけですけれども、これは防衛省からの情報開示でも明らかになったわけですが、こういうイラクの現地における実態、それから6番目のですね、イラク復興支援の内容ということで、このサマワにですね、自衛隊が行き、またその他もいろんな ODA 等を含めてですね、イラクに金を税金をつぎ込んでいるわけですけれども、その中身が適切であったのか、どういう実態であったのか、これを検証すべきじゃないかと、こういう議論があるわけですね。オランダの方はですね、2009年の3月に7人による独立調査委員会というものを設置して、去年の1月、2010年の1月にですね、最終報告書を発表しているわけですね。で、これによりますと、いわゆるさまざまな国連決議であるとか、こういったものがですね、米英による軍事侵攻を正当化することにはならないというかなり明確なですね、メッセージといいますか報告書を出しております。で第2段目がイギリスということになりますので、ここがどういう内容をですね出すのか、もう今まですでに、80人ぐらいですね、ブレア首相、元首相を含めて80人ぐらい承認喚問しておりますし、新聞等でもですね、たまにブレアさんを承認喚問みたいな、記事をご覧になったことあると思うんですけれども、ですから、日本はですね、ぜひ憲法9条のある国だから9人でやるじゃないかというようなことを も含めて提案をされておりまして、それから共産党の赤嶺政権さんが質問主意書を出されているんですけれども、ご存じのように質問主意書の回答というのは閣議決定で出てきますので非常に重たい、回答文なんですが、ここにはですね、こういうふうに、これは去年の3月19日の答弁書なんですけれども、当該、武力行使を支持し、イラクへ自衛隊を派遣した当時の政府の判断については、異なる判断もあり得たのではないかとの考えもあり、当該武力行使を支持し、自衛隊を派遣した当時の政府の判断の検証は将来の課題であるということでですね、これは閣議決定で答弁書として出て、おります。今の官政権になって、TPP 環太平洋パートナーシップ、これもですね、もう本当にもう知れば知るほど大変なことなんですね。これも農水省の試算がですね、よく引き合いに出されて、自給率が 40% から 14% になるというですね、いう話もあるんですが、もうそれだけじゃなくてですね、つい数日前に食の安全は大丈夫かという院内集会、TPP のですね、を批判する院内集会がありましたけれども、残留農薬の問題とか遺伝子組み換え食品とかですね、そういったものに対するその日本の規制というのがあるわけですけれども、そういったものまで規制緩和してですね、アメリカから農作物やとか、あるいは BSB の問題もありますけれども、牛肉だとかですね、輸入するということになればですね、本当に我々の食の安全は一体どうなるのか、どうなるのかと、そういう問題も含んでるということなんですね、本当の TPP の問題というのは。もうちょっと時間もかなり経過してしまいましたので、ちょっとかなり駆け足で
話もさせていただきましたので、まあ、あといろいろ質問とかまたいただければと思います。じゃあ、まあ、どうもありがとうございました。それでは最後にまとめをしてみたいと思います。先ほどのお話がありましたように、やはり世界情勢の中で日本が組み込まれている、特に日米軍事同盟の進化ということで、菅さんが6月に言ったことがですね、ますますそれが鮮明になってきたということだろうと思いますし、まず状態で置いとけば、実は民主党政権は自民党よりも悪かったということになりかねないと思いますので、そういう点で私たちは常に監視をしながら、そして、3月18日のですね、オリナイ集会にはやっぱり、4000人を超えるような大集会にしていきたいと思っていますので、今日のこの学習会をもとにですね、ぜひ皆さんの中で広げていただくようにお願いをして、最後のまとめにはなりませんけども、閉会の挨拶をしたいと思います。大変ご苦労さまでした。